はい、こんばんはです、今回この動画なんですけれども、天王寺駅から、京都駅まで、こちらの方をね、JR を使わずにちょっと移動していくということでやっていこうと思います、これ今はJR の方なんですけども、JR の天王寺駅から、JR を使わずに行くということで、JR だったらね、特急はるか1本で行けるんですけども、ちょっとここはね、いつもはるか使ってるので、ちょっと他のね、JR 以外をということで、駅の方ね、一旦ちょっと外に出て、で、駅を出たとこ、目の前にあるのは、大阪メトロの御堂筋線なんですけども、地下鉄と、あと阪急や京阪を使っていくっていうのもあるんですけども、今回はそうではなくて、さらに隣ですね。天王寺駅から道路1本挟んで天王寺区から阿倍野区に移ったところ、近鉄の大阪阿倍野橋駅ですね。この横断歩道を渡った先ですね。こちらを出発して京都を目指そうということで、まず近鉄の方、駅の方向かっていきます。そして、こちら近鉄南大阪線、乗車するのはこれ桜ライナーですね。運用はねもう固定で決まっているので、事前にねダイヤ調べることで、狙って乗ることができる特急なんですけども、汎用の特急と違って桜ライナーの素晴らしいところはやっぱり全面展望ですね。見ての通り全面ガラス張りのすごく展望のいい座席があります。座席というか、これねフリースペースなんですよね。もう座席番号が割り振られていないという、ね、この運転席真後ろの座席、こちらの方が指定席になります、ね、というか近鉄基本的に全席指定なので、特急券購入するともう自動的に座席割り振られる形になります。今回は一番前の座席を指定して、で実際にはもう運転席の真後ろ張り付いてましたね。こちら吉野までの停車駅、こんな感じで案内出てます。でまずは近鉄南大阪線を使って柏原神宮前まで移動するんですけども、その間ちょっとね全面展望、真後ろでねちょっとカメラ構えて、近鉄南大阪線って結構ね全面展望楽しめる路線なんですよ。まず第一にもこの駅を出てすぐにこのポイントをねくねくねと曲がっていって。ホームの一番端からこうずっとね出発していくという、そして、駅を出てすぐにこれ高架上っていくんですけれども、左側が JR の天王寺駅で阪和線が高架なんですけども、その阪和線の高架をさらに越えていくっていうことで、かなり急な勾配なんですよね。ここですね。もう見るからに分かりますよね。一気にこう勾配きつくなったのが。で、阪和線、高架の阪和線をさらに越えていくっていうことで、最初の駅、こぼれ口駅ですね。ここね、阪和線の美少園駅のすぐ近くの駅ですね。でそのまましばらくこう高架ずっと走っていくんですけども、大和川を越えて、地上の方に降りていくっていう感じになりますね。
おそらくは大阪市、八尾市抜けて松原市の方に多分入っていく形になるのかな。今走ってるとこ多分まだ大阪市になるとは思うんですけども、これでまあ地上に降りてきて、しばらくはこの住宅地とね、この中を走っていくっていう感じになるんですけども、一応ね、最高速度としては120キロなんですけども、実際そこまで速度をね出して走るっていうこともあまりないような感じで、それぐらいちょっとカーブが多くて、まだねこの辺りはそんなにカーブきつくないので、結構ね快速飛ばしてる感じなんですけども、見てる感じだとすごく先見のいい路線にね見えてしまうんですけども、いや実際には先見はいいんですよ。ただカーブが増えてくるんですね。この後今ももう実際こう減速していってるのはこの先急カーブがあるので、これですね、すごいカーブですよね。山岳地帯でもないのにこの急カーブなんですよ。そしてこちらは藤井寺駅になりますね。引き込み線があるのは普通列車が藤井寺と阿部の間ねピストン輸送していたりとかするので、ここで折り返しの列車があるっていうこともあって、ね、こんな配線になってますね。昔は、ここね近鉄バッファローズの、ね、本拠地藤井寺球場があったんですけども、確かね2006年ぐらいだったかなに解体されてしまってると思うんですけども、その少し前まではねまだね、実際に使われてた球場ですね。で藤井寺から先っていうのは準急がもう各駅停車になるっていうこともあって、普通列車は藤井寺折り返しっていうのがあったりしますね。さらにこの先進んでいくとまたちょっと減速していくんですけども、ここは古市駅ですかね、特急は一部停車でほとんどの特急が通過してしまうんですけども、この駅結構重要な駅で、ここで近鉄長野線河内長野方面に行く支線とちょっと分岐してるんですね。支線といっても日中の準急のほとんどは河内長野行きになるので、大阪阿部野橋から河内長野まで乗り換えなしの直通で走ってるんですけども、ここはその分岐駅っていう形になりますね。ですごく、この大阪側から見ると左方向へのカーブのきついカーブ駅になるんですよね。なので通過なんですけどもすごくゆっくりと走っていくっていう感じですね。で、右方向から見えてるのはこれ河内長野方面から来ている大阪阿部野橋行きの、準急だと思います。ちょっとね遠くて幕が見えなかったので、で、古い位置、出てもこんな感じでしばらくずっとちょっとカーブが続いてるって感じですね。本当にね加速と減速の激しい路線であって、結構ね楽しい路線でもありますよね。
景色がもうどん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 移り変わっていくので、ここがもう多分、大阪と奈良の県境ぐらいになってくると思うんですけども、ここで、また桜ライナーとすれ違いですね。そして最初の停車駅、釈戸駅ですね。阿部野を出てから、まあ、ノンストップで釈戸まで、釈戸駅もう奈良県なんですよね確か。こう考えたらすごいですよね、大阪、ね、阿部野から釈戸まで奈良県入るまでノンストップ、ね、大阪府内の駅止まらないってことですもんね。見たら近鉄大阪線もそうですよね、鶴橋出たら次大和八木なんで、もう奈良県ですもんね。近鉄特急は本当に他の私鉄と違って、次の駅までの間隔っていうのが本当すごく長いんですよね。ただそれも都市間輸送の間に限るんですよね。実際ここの場合、南大阪線は釈戸を出るとそこからも奈良県の観光地帯に入っていくので、停車駅が一気に増えてきます。で、先ほどの釈戸駅なんですけども、あの駅が、近鉄五瀬線との、乗り換え駅、接続駅になってまして、五瀬方面へのちょっと線も出てるなんですよね。確かに直通の列車は、定期運用とかではなかったとは思うんですけども、で釈戸駅に一駅で、もう次高田市駅ですね。近くっていうのが、他に近鉄大阪線の大和高田駅もあれば、JR の高田駅もあったりとかで、結構ここって、大きな町になるのかなと思うんですよね。JR がね、ただ和歌山線とかと万葉まほろば線の駅になってしまうので、ちょっとね幹線から離れてしまうっていう部分で少しローカル感のある駅なんですけども、近鉄にとっては本当に主要駅の一つですよね。そして高田市を出ると次がもう柏原神宮駅です。京都方面の乗り換え駅になります。大阪阿部野橋からだと25分ぐらいですかね。なのでこれ同じ天王寺からはるかに乗っていくと考えると、新大阪を過ぎて茨城あたりを走ってるぐらいの感じですかね。そう考えたら京都までまだまだ距離があるっていうことで、近鉄の方がちょっとやっぱり遠回りしてのんびりした感じにはなりますよね。で、ここ、柏原神宮前駅、今走ってたこの近鉄南大阪線は狂気の路線になります。狂気なので JR と線路幅も同じになりますね。で近鉄って五移動っていうところに車両
まあ、整備工場とかがあるんですけども、そのご移動が標準機なんですよね。なので南大阪線の車両っていうのはご移動の車庫まで普通に考えると入れないんですけども、この柏原神宮前駅に台車の入れ替えができるポイントがあるんですよね。こちら、標準機の、京都方面への、こちら、これから乗る特急の京都行きですね。こちら標準機の方になります。でこの反対側、この先が、南大阪線につながっている形になるんですけども、京機と標準機っていうことで、当然直接乗り入れとかっていうのはできないんですけども、こちらですね、ここの一番奥の線路、ここが京機と標準機が重なってる線路になるんですよね。レールが4本引いてあって、標準機のレールの内側に京機のレールが入ってるっていうような形の構造になってます。一番奥、分かりにくいんですけど、どうですかね、分かりますかね。レール4本あるんですけども、これですね、京機と標準機がこう重なって設置されているところがあります。でその先を覗くと車両が乗ってない台車がこうあるんですよね。で南大阪線の車両、長野線とかの車両もそうなんですけども、ここで台車を履き替えて標準機の線路を走ってご移動まで改装されていくっていうような形になってますね。近鉄ね、同じ会社なのにこう標準機と京機が混ざってるっていうのをちょっとね、違和感あるかと思うんですけども、これもともとは別の鉄道会社だったという、発祥がそもそも違うので、それぞれ京機で作ってた会社と標準機で作ってた近鉄、それが九州合併するような形になったので、京機と標準機が混在しているっていう感じですよね。で今度は、こちら、京都行きの特急なんですけども、ちょっと全面展望が取れるような状況じゃなかったので、ちょっとね、側面に車窓だけを、撮影するというような形 で、ちょっとこちらもね、面白いポイントいくつかありますので、そちらの方をちょっとね紹介していけたらなと思ってます。まず最初はここですよね。もう鉄道マニアなら本当に、ね、もう聖地のような駅ですよね。この広大な車庫、一気にこう目の前に車両がバッとこう広がる、素晴らしいですね本当に。多分日本一だと思うんですけど、関西ではもう間違いなく一番なんですけども、このごちゃごちゃ感が最高な駅ですよね。2つの大きな路線の平面交差があって、さらに車庫もあるっていうことで、今これ車庫から出てきてる車両と並走してるんですけども、この奥ですよね、これは近鉄奈良線ですよね。奈良方面から、これ大阪ナンバーか、あともしかすると三宮方面まで阪神ですね、乗り入れするかもしれない車両ですね。ちょっとね行き先とかが分からなかったんですけども、また並走しながら駅に土地に入っていくっていう感じですね。
西大寺駅に到着となります。そして大和西大寺を出て、その次の、ポイントですよね。ここもね、結構近鉄京都線の中では重要な駅になるんですけども、こちら、武田駅ですね。この駅から、京都市営地下鉄烏丸線だったかなに、直通の列車乗り入れするっていうことで、この先近鉄は京都駅に向かうんですけども、京都市営地下鉄も京都駅を通るっていうことで、同じ京都駅なんですけども全然別の路線にこう入っていくことができるっていう、ちょっとね特殊な感じもするんですけども、この真ん中の線路入っていくと、多分地下鉄の方に直通していくのではないかなと思うんですけども、ここも大きい駅ですよね。特急は通過するんですけども、すごくホームも広くて、今回は取り上げてはいないんですけども、他にも丹波橋駅で京阪と、接続している駅もありますね。そして、地下鉄と別れてまた本線に戻ってくるっていう感じですね。こちら、京都駅の次の駅、東寺駅を通過した直後ぐらいのところですね。ここから先、京都駅まではちょっと入線前、前が詰まっているのかちょっと、よくわからなかったんですけど、すごくゆっくりとしたペースで走ってましたね。新幹線の京都駅が、新幹線側の、京都駅の改札があって、そこの前の大きい通りがあるんですけども、その大きい通りがここですね。ここは交差点のど真ん中、真上を斜めに横切っていくっていう、で今上通ったのが新幹線なんですけども、ここをねちょっと交差点一度ちょっと下からね撮影してみたいなとも思っているので、また機会あれば行ってみたいと思います。そして、新幹線と並ぶ形で京都駅に到着となります。時間にして、1時間50分か40分はそれぐらいでしたね。特急はるかだと本当に45分ぐらいなんですけども、その倍ぐらいの時間かかるんですけども、すごく景色楽しめるので、近鉄を使って、天王寺から京都っていうのも、時間に余裕があればありじゃないかなと思います。ということで、京都駅に到着となります。で駅を出た、改札を出るともうすぐ目の前が JR の新幹線の乗り場になるので、新幹線の改札の目の前ですね。なので本当にJR の京都駅ともすごく近くて便利な駅ですね。ここですね、改札出て目の前がもう JR 京都駅、新幹線乗り場ということでね。ということで、今回の動画はここまでとなります。チャンネル登録とか、あと、コメント、いいねボタンなどいただけるとありがたいです。どうもご視聴ありがとうございました。